はい、どうも、白滝です。今回の動画は11月14日火曜日にダルビッシュ大抽選会の結果が発表されたので見ていくのと、後半は11月16日に侍ジャパンの試合があります。侍ジャパンがあればプロスペースでも今後侍ジャパンのガチャが登場してくるので、どういった選手が対象になってくるのか、能力はどういった能力で登場してくるのか、後半解説していこうかなと思います。まあ今後もね、こういったプロスペースの情報に関してまあどんどんね投稿していくので、まあぜひともねチャンネル登録と通知、まあそしてねこの動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。ダルビッシュ大抽選会の結果が発表されたので、まずは自分の結果、その後、まあ、ツイッターでね募集したので皆さんのね結果も紹介していこうかなと思います。まあ、こちらねイベントの終了したイベントを押してもらいますと、こちらバナーが出てくるので、こちらからね結果見ていってください。さあ、自分の結果はどうなのか。あの特訓コーチに大量に入れたので、A 賞 B 賞とか当たれば、あ、まあ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  F 賞ね。でこちら見てください、ダルビッシュさんもねいるんですよ。でこれね、あの他の配信者でちょっと見たんですけれども、ちょっとびっくりしたね。これね、ダルビッシュコラボ賞当選って、これややこしくないですか。あのスパイクとかユニフォームとかがね当たったかと思いきや、これ実は違うんですよ。いやこれねちょっとねややこしい。多分ね皆さん初見は、いやユニフォーム当たったやんって多分ね思った方は多いと思います。こちら見てください、ダルビッシュコラボ賞、これね1票入れれば絶対当たる、まあ、賞になっているんですけれども、こちらが当選しました。いやこれね、いや本当にね、ちょっとコナミさんサプライズ演出入れてきたね。いや絶対ユニフォーム当たった方、勘違いした方多いと思います。で、特訓コーチ、48枚ぐらい入れたのかな、さん40枚ぐらい入れたのか、40枚入れて半分、20枚獲得することができたので、いやこれは嬉しいね。この後ね特訓 1.5 倍とかがあるので、アニバの選手、 OB の選手、あとはダルセルの選手ね全然育成できていないので、まあ、この特訓コーチ使って育成していこうかなと思います。ダルビッシュグッズの結果も見ていきましょう。自分は応募してくれてありがとう、残念ながら落選だ、ちょっと悲しいね。でこちらからね当選者発表を見ることができます。スパイク、カブトムシ、T 監督、リク、ポンポン、オーコーさん、まあ、このね動画を見てこのユーザーの方ぜひともいるんであればコメントください。まあ、あとはツイッターの DM とかでその画像とかね、そう送っていただければ、まあ、嬉しいんですけれども、いやいるかなこれ本当に当たった方。いやツイッターとかでねその証拠の画像を上げれば勇者になれるんで、あとはユニフォームとかね、こういった方が、いや獲得してる。いやすごいね、死神ってちょっと名前不吉やけど、いやいいねこれ。で、こちら、ゲーム内のアイテムも当選者見ることができまして、30名に入ってる方、いや30名、こちら B 賞とかね C 賞、まあ、後でね紹介していくんですけれども、4000名、約4000名、でこちらもね約1万3000名なので、ツイッターで、ちらほらね B 賞、C 賞当たりました、まあ、そういったね報告は、まあ、多数あったので、いや A 賞当たった方、ぜひともコメントと、まあ、あとはツイッターのね DM で、まあ、証拠付きで、まあ、画像送ってくれればかなり嬉しいです。いやこれ A 賞当たった方はすごいね。 Twitter で募集した皆さんの結果見ていきたいんですけれども、この動画の撮影時間が16時、この時点で A 賞の方は Twitter で未だ現れていません。まあ、この動画投稿時 A 賞の方がね Twitter で投稿しているかもしれないんですけれども、リプランでは最高 B 賞の方がいました。で1枚目の画像を見ていきましょう。こちらは、まあ、C 賞をね当たった方になります。C 賞は S ランク自チーム契約書シリーズ2が1枚で、200エナジースペシャルアイコン、ダルビッシュ大抽選会幸運の持ち主のアイコンを獲得することができます。まあ、その他ね E 賞 F 賞も当たっている。いやこの方幸運やね。2枚目の画像を見ていきましょう。こちらは B 賞当たった方になります。内容は S ランク自チーム契約書シリーズ 2×3 枚で、500エナジースペシャルアイコン、ダルビッシュ大抽選会強運の持ち主、まあ、こういったね内容を獲得することができています。いやいいね、さらに F 賞と E 賞も当たってるのかな。いやすごいね、 B 賞だけではなく E 賞 F 賞もついてくるって、いや本当にね強運の持ち主。これもまた別の方のね当選結果になるんですけれども、 B 賞 F 賞 G 賞が当たっています。
B の画像が A 賞、B 賞、C 賞は当たらなかったんですけれども、D から H 賞が当たっている、当選画像になります。いや、これもなんかいいよね。B 賞でも特訓コーチでしょ。特訓コーチはダルセレや、まあ、この後の OB に使うこともできるので、いや、この方も、まあ、何かと強運やね、豪運やね、すごすぎない。そして最後こちらは C 賞が当選している画像になります、まあ、C 賞が約14,000 B 賞が約4,000なので、まあ、ちらほらね当たってる方は、まあ、いるんじゃないのかなと思います。まあ、皆さんのね結果に関してはぜひとも、まあ、コメントでね書いていってください。まあ、後半は16日に侍ジャパンがあるので、まあ、今後ガチャで登場してくるのか、登場する場合はどういった選手が対象になってくるのか、後半選手のね能力見ていこうかなと思います。11月の16日から国際試合、再びね、侍ジャパンが始動するんですけれども、侍ジャパンの試合があれば、プロスピースでも今後、ガチャとして登場してきます。まあ、今年のね、3月 WBC があって、まあ、その後侍ジャパンのガチャが更新。で、今年もね、16日から試合があるので、まあ、登場する時期としては来年の2月頃、まあ、登場する予定になっています。毎年、このね、オフシーズンの侍ジャパンの試合があるときは、まあ、2月に更新されることが多いので、まあ、侍ジャパンのガチャに関しては、まあ、来年の2月3月あたりに、まあ、登場してくるんじゃないのかなと思います。でその場合はスピリッツが4500で更新されてきます。さらに通常の能力からプラス1の能力で登場してくる、まあ、そういったね仕様になっているので、まあ、もしね侍ジャパンのガチャが登場する場合は、まあ、来年に登場してくるんじゃないのかなと思います。でいろんなね選手が代表として選ばれているんですけれども、まあ、注目の選手がね多数いるので注目の選手だけ見ていこうかなと思います。注目の選手1人目が今井選手、侍ジャパンで登場した場合は80、58、80と QEA、スタミナ A の同値で登場してくるのでリーグで強い選手になっています。まあ、リアルタイム対戦ではこの球種だとね相手を抑えることが厳しいので、まあ、西武純正にとっては、まあ、リーグ的にはねかなり、まあ、強い選手になってくるんじゃないのかなと。二人目が楽天早川選手、侍ジャパン時の能力は76、81、76。リーグでは使えてくるんですけれども、リアルタイム対戦では使えてこないので、まあ、楽天純正の方は、まあ、侍ジャパンのね、ユニフォーム、まあ、背景がね、欲しいという方は獲得していってください。3人目は万波選手、アニバーサリープレイヤーは通常からプラス1の能力なので、侍ジャパンでもこの能力、70、79、72で登場してきます。まあ、スピリッツはプラス100されるので、まあ、日ハム純正で4500、また侍ジャパンのね、写真とかが欲しいのであれば、まあ、獲得していってください。セリーグの方を見ていきましょう。ヤクルトは田口選手、侍ジャパンの投手で大当たり枠になってきます。能力は80、76、74なのでリーグでも使えてくる、まあ、あとはリアルタイム対戦でも強い投手になっています。限界突破すれば先発起用することができて、中継ぎ抑えどちらも S なので、まあ、突ねへしなくても起用することができます。でシリーズ2からねツーシームとスプリット、まあ、ツーシームはついているのか、スプリット、あとは高速スライダー、スライダーの投げ分け、縦スライダーで、チェンジアップというね新球種も、まあ、追加されているので、いやかなり強い投手だと思います。で特殊能力見てください。対ピンチ20丸という特殊能力を持っているので、まあ、侍ジャパンのね累計で当たればリーグリアタイで使えてくる強い選手になっています。横浜は牧選手、アニバとね同じ能力80、81で登場してきます。牧選手のね能力の評価に関してはアニバ時で話しているので、まあ、それとね同じ、まあ、評価になっています。阪神1人目は佐藤選手、侍ジャパンでは68、81、75で登場してきます。特殊でライト C、まあ、あとはサード C にすることもできまして、まあ、限界突破すればねセカンドでも起用することができる。で広角打法を持っているので、まあ、8周年からね始めた方は、まあ、サードとか、まあ、あとはねライトで使っていってもらえればなと思います。阪神2人目が桐敷選手、 S ランク時の侍ジャパンの能力は72、67、65、能力は低いんですけれども、こちらツーシームとスプリットを持っているので、まあ、累計で当たれば、まあ、初心者の方はリアタイで使えてくるんじゃないのかなと思います。まあ、C ランクなのでまだね特殊能力は判明していません。
サムライジャパンではアニバで登場してきたんですけれども、再びサムライジャパン坂倉選手が登場してきます。能力はねアニバと同じで、まあ、現役のね捕手で、まあ、かなりね強い能力、リアルタイム対戦でも使えてくるので、まあ累計とかで当たればリーグとかねヘリア隊で使っていってもらえればなと思います。そして最後中日が清水選手、デフォルト9位 A なのでリーグで使えてくる選手、リアルタイム対戦ではこの球種だと抑えることができないので、まあ、中日純正の方は、まあ、写真用またはリーグ用に獲得していってもらえればなと思います。今回の動画は前半にダルビッシュ大抽選会の結果、まあ、後半、まあ、16日からね侍ジャパンの試合があるので、まあ、どういってね選手が対象になってくるのか、いつ頃ね開催されそうなのか解説していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているのでチャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。